はい、こんにちは。こんにちは。まず顔出した方がいいのかな。まずですね、まず顔出しますけど、あ、じゃない、これ顔出せないんだ。ですね、ここはですね、マニラのですね、まあ戦跡っていうのかな、戦争に関する遺跡の場所なんですね。史跡の場所なんですね。それで、ちょっと皆さんにですね、まあちょっと分かんないところもあるので正確ではないんですが、ここはですね、ヘッドクォーター、マッカーサーのヘッドクォーターのあった場所なんですが、そうですね、これちょっとあれですね、ちょっと写りが、すみません、ちょっとカメラがですね2つあるのでちょっとやりにくいんですが、はい、マッカーサーの、ね、いた場所なんですね。ちょっと待ってください。なかなか2つですね、もちろん大変なことなんですけど、それで、ここはですね、マニラのなんていうところだったか、それ聞かなかったんですけど、こういう、まあ、戦争の跡があります。で、なぜ、まあ、ここに来たかというとですね、ちょっと電波がちょっとあんまり途切れちゃってダメですね。ここにですね、ちょっと なんか書いてありますね。ナンバーワンビクトリアストリート、ナンバーワンビクトリアストリートであります。ちょっと読みましょうね。 On this site once stood the headquarters of General Douglas MacArthur, commanding General of the United States Army in the Far East, popularly known as Number One Victoria.was located opposite the そうですね、ナンバーワンビクトリア was ちょっと読みにくいね、リトリートオブフリッピーのアメリカンフォーシスとバターン and コレイディ1941年、バターンの行進っていうの皆さんご存知だと思うんですけど、その、日本がですね、フィリピンに対して2つの大きなそのまあ悪いことをしたと言いましょうか。一つはですね、バターンの行進といいまして、マッカーサーが逃げた後ですね、マッカーサーが逃げた後、たくさんのこうアメリカ兵が残ってですね、そのアメリカ兵をですね捕虜としてですね、長距離を歩かせたというのがありますね。死の行進っていうのかね、バターンの死の行進、それたくさんの人が死んだということですが、それ皆さんご存知だと思うんですね。そしてもう一つですね、もう一つ日本がしたことの大きなのは、マニラで虐殺があったらしいですね。マニラの虐殺があったそうです。そしてそれはですね、たくさんの人が殺されて、ちょっと数字はよくわかんないんですが、たくさんの、マニラの人が死にました。それはですね、アメリカの、まあ、船からの攻撃も、今ちょっとニコ生が止まってますね。ちょっとニコ生止まってます。アメリカ軍の船からの攻撃もあったそうですから、日本だけの問題じゃないかもしれません。
だけどもまあそのゲリラがいましてね、その時日本軍に抵抗するためのゲリラがいました。そのゲリラがですね、まあ普通の、あ、ちょっと説電波は悪いですね、皆さん、ちょっと電波があまり良くない。そのゲリラがですね、普通の人と同じような格好をしているので、そのゲリラかどうかわからないということで、そのゲリラか、ゲリラを、まあ、その殺すために一般の人も殺してしまったと、まあ、それはよくあることなんですけど、まあ、南京大虐殺の時もそうでしたね。まあ、そういうわけで、マニラ虐殺と言ったらいいでしょうか、マニラ虐殺とそれから、バターンの更新ですね、その2つで、本当に日本は、まあ、残酷なことをしてしまいました。まあ、あのフィリピンの方ですね、今ちょっと電波が途切れてる、あのフィリピンの若い人たちはね、何も知らないのでね、何も知らないので、まあ、そういう日本に対して、まあ、恨みつらみはないのだと思うんですが、日本に対して恨みつらみはないかもしれませんが、しかし、まあ、年配の方、それから年配の方から聞いた若い人たち、まあ、そういう人たちはですね、まだ日本に対して恨みを持っている人もいるんではないかと思うんですね。ですから私たちはやっぱり、日本が犯したことね、日本がひっくり返っちゃった、日本が犯した罪に対して、私たちは本当に、まあある意味でカリスマ的に言えば呪いですよね。まだ呪いが残っている、戦争の呪いが残っている、そういう戦争の呪いを打ち砕くために私たちは本当に、そういう悔い改めが必要です。過去の罪を、呪いを放置してはいけない、呪いを放置してはいけない、やっぱりその呪いをですね、打ち砕いて、ね、これからの日本のために、日本のためにですね、その呪いを打ち砕かなければならないと思います。そしてまあ今日ね、ここに来た理由は、まあ、鳥なしの祈りをするためなので、ぜひ皆さん、まあ、一緒に祈ってくださるといいと思うんですが、そうですね、ちょっと顔も、はい、それじゃあですね、立って祈った方がいいね。じゃあ一緒に皆さん、フィリピンで犯したその罪に対して、ね、その悔い改めの祈りをしますので、ぜひ皆さん一緒に祈ってくださるといいですね。はい、それじゃあ祈りましょう。天のお父様、今から70何年前に、70数年前に日本は、太陽戦争で天皇の名によって戦争を正当化して、日本の利益のために侵略をしました。それは、欧米の、帝国主義を真似て、欧米のように植民地が欲しいために、欧米のように、その、いろんな植民地が欲しいために、その、
日本は本当に多くの国を苦しめました。たくさんの人を殺してしまいました。たくさんの人を殺してしまいましたイエス様。特にフィリピンでは、フィリピンではバタン行使、死の行使、バタン行使、それから、マニラ虐殺、マニラ虐殺をしました。多くの若い人はそのことを知りませんが、イエス様どうぞその罪を許してください。日本の罪を許してください。日本が犯した罪、日本の罪をフィリピンに対して犯した罪をイエス様、イエスキリストの名によって許してください。イエスキリストの名によって日本の罪を許してください。罪を十字架によって許して、日本がの呪いを打ち砕いてください。日本の呪いを打ち砕いてください。イエス様お願いします。イエス様お願いします。日本の罪が、許されて、呪いが砕かれて、イエス様、日本とフィリピンの関係が、修復しますよ、和解しますよ。イエス様お願いします。まだ多くの傷ついた人たちもいるでしょう。どうぞイエス様、まだその恨んでる人たちが、イエス様を信じて日本を許すことができるようにしてください。多くの人がまだ恨みの中にいるかもしれない。そういう人たちがそのまま、死なないでイエスキリストを信じて憎しみがなくなって救われますように心からお願いします。心からお願いします。どうぞ、被害者が癒されますよ、救われますよ。イエス様お願いします。イエス様お願いします。イエス様、今は和解の時代です。今南北朝鮮が和解し始めました。どうぞ日本が、戦争の罪を悔い改めて、日本とアジアが和解する時代に入りますよ。日本とアジアが和解しますよ。イエス様お願いします。どうぞイエス様、その敵対関係をあなたの十字架によって敵意が葬り去られ、敵意が葬り去られて、日本と、アジアの国々、日本とフィリピンの、和解が始まりますように。日本の多くの若い人たちを、間違ってて、その本当の、歴史を知らずに、日本を正当化していますけど、そうではなく本当に日本が犯してきたことを、そのアジアの人たちは傷ついています。どうぞイエス様、どうぞ日本の若い人たちが事実を知って、本当に、イエス様に向かって悔い改める気持ちを持ちますように。イエス様に向かって悔い改める気持ちを持ちますように。イエス様、日本に触れてください。日本の若い人たちに触れてください、事実が分かるようにしてください。イエス様感謝します。来週はフィリピンの牧師たちに謝罪するスピーチをする予定ですけど、どうぞ良い謝罪のスピーチができますように導いてください。感謝します。日本の罪を許してください。日本とフィリピンが和解しますよ。日本とアジアの国々が和解しますよ。十字架の平和、イエス様が平和ですが、十字架の平和が来ますよ。導いてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。ですね、ちょっと博物館があるかどうかちょっと
調べたんですけど、ちょっと博物館の方がですね、よく分かんなくて、まあここは、マッカーサーのヘッドクォーターの場所で、ちょっとここの場所の歴史を調べてないのであまり、言えないんですが、なんていう場所、ビクトリアナンバーワン、ナンバーワンビクトリアだったかな、ナンバーワンビクトリアストリートというとこなので、皆さんちょっとググって調べてみてくださいね。ググって調べてみてください。それじゃあ皆さんありがとうございました。ちょっと短い時間ですけど、じゃあまたいつ放送できるかわかんないんですけど、じゃあまたお会いしましょう。シャローム、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 シャローム。